ラファエル・マルケス・マリアーノは、ブラジル・アララク・アラ出身のサッカー選手。ボタフォゴ・ SP 所属。ポジションは FW。J リーグ時代の登録名はラファエル。トルコ語名は、ラフェット・エル・マルケス。ブラジル・ポルトガル語により忠実なハファエル・マルケスと表記されることもある。2003年に AA ポンチ・プレッタに入団後、SE ・パウメーラスなど、複数のクラブを渡り歩いた。 2006年、トルコに渡りサムスンスポルのサッカー部門に入団。翌2007年から2年間は、マニサスポルでプレーし、この間に、トルコ国籍を取得した。2008から09シーズンには、フィリップ・ホロシコに続くチーム内2番目のリーグ戦12得点を、挙げ、クラブの1年でのスユペルリグ復帰に貢献。当時フェネルバフチェース系監督であったジーコから、 非公式に獲得のオファーを受けた。2009年8月に J1 モーミア・アルディージャへの加入が発表された。同年度シーズン終了までに14試合に出場して4得点を挙げた。2012年7月4日、昨季までカシマ・アントラーズを指揮していた、オズワルド・オリベーラ率いるボタフォン f r のメディカルチェックを受けるため、ブラジルに帰国することが発表された。 2014年1月には中国長級に復帰したカナンダテ業はア足玉シダマクラブへ3年契約で移籍。翌年1月にパウメーラスに期限付き移籍で復帰すると1年後には完全移籍に行使2年契約を締結した。2020年1月9日、バンフォーレ甲府への加入が発表され8年ぶりに J リーグへ復帰。伊藤明監督のもと 2020年シーズン開幕戦の FC 町田ゼルビア戦でスタメンに起用される。8月12日の FC 琉球戦で加入後初ゴールとなる先制点を挙げ、2から1での勝利に貢献する。リーグ戦23試合に出場し2得点を記録。シーズン終了後、契約満了により退団した。2021年2月6日、カンピオナートブラジレーロセリエ C へ降格となった。 ボタフォゴ SP へ加入することが発表された。コビット1 9の影響で J リーグが中断していた2020年3月、大宮時代に東日本大震災を経験した当時を踏まえ、日本への愛着を語った。ありがとうございます。